仲介の皆様には本当にいつもサポートありがとうございます、ようやくワクチン、4月の12日から、高齢者向け、スタートをいたします。まだまだ、自治体の方の、ご要望に応えきれてない部分があれば今日しっかり意見交換をさせて、いただきまして対応が万全に取れるようにやってまいりたいというふうに思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。大臣のお計らいによりましてこの医療従事者の優先接種基本型からじゃあ連携型の方へ一旦移してそこでスムーズに VCS の中で行っていく、こうした点は良かったわけでありますが今度スケジュール的には医療従事者の皆さん方の優先接種が高齢者の皆さん方の優先接種の時期と重なってしまうということがありまして今例えば一旦基本型から連携型に落とした場合にはこれをまた基本型へ戻してフルセットでもって高齢者の優先接種を行おうとする場合には在庫を全て空にしてしまうあるいは一度もワクチン接種配分を受けていない場合という限定がなされているところでありまして、これはあくまでも医療従事者の皆さん方だけということであれば非常に対応はやりやすいわけでありますが両方が重なってくるということになるとやはり医療従事者の皆さん方を先に片付けてしまわないと高齢者に移れないということで今市区町村の方からも強い伝承型の声がたくさん各都道府県の方に寄せられているところであります。なんとかこの点につきましても連携型から基本型に戻すところこの弾力的な対応ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。